ほらだってお姉さんが持ってきてくれたらハメコさんのインタビューカットやもん。お姉さん、お姉さん。これは何なのマジで。結構握られてます。物販のブースとかまだある、あ、あるな。人気みたいですよね、物販。やばいやばい。マウスパッドみたいなやつが欲しいんだよな。デスクマットみたいな。昨日は売り上げ、あ、売り切れだった。売り切れだったよ。中の人。売ってる側。中の人っすか。でも、なるおさんが寒いって言ってくれたおかげでスカジャンもらえたから俺売り。いや、それ俺欲しいねんけど、それ。俺もさ、これ、なんか、寒いって言えばよかった。しれっと持って帰ろうかなと思って。え、これ持って帰れないんすか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、なるおさんがもう一回来たんすよ。なるおさんね。もう俺はもうバリバリ来て、ちょっとこの辺汚れつけようかなと思ってる。あ、もう汚れつかったんで。そう、わざと。僕もらいますよ。カレーつける。ベドーって。あ、もう汚しちゃったんでね。もらいました。ベドーちゃん。確かに。注文が前後してますよ、これ。あ、なるほど。あのね、ウェイトレスの方が。ウェイトレス。ウェイトレスさん。ウェイトレスさん、ウェイトレスさん、これ、釈迦さん、有料だわ。優勝有料、これ。有料あんな、セクシーなウェイトレス。ほら、もう、ササヤン、ササヤン、興奮してる。ササヤン、何って。興奮しよる、興奮しよる。あ、ごめんなさい。あ、すいません。邪魔にならないように。ありがとうございます。すいません。あの、ファミレスやったらね、ニャンコロボットが持ってきてくれるけどね。今時はそうっすね。今時はね、ニャンコロボットが持ってきてくれるけど、ニャンコロボット。ああ、そうそう、ガーってくるやつ。これは誰、俺か。難しいですよね、そのどうしても練習時間が、はい、こんなウェイトレスつくんじゃ有料だね。有料ですわ。メインのキャラ、持ちパーティー最高だわ。あ、下がっちゃう。いや、もう昨日とかマジで持ちパーティー、一昨日かな、もうシンジさんが飯を頼め、とにかく飯を頼めしか言わへんくて、もうここに来たら、あ、うまい。そう、なんでこんなご飯進めてくるんやろこの人って思ったら、もう運ばれてきた瞬間に理解して。なるほどね。そうそう。とにかく飯を頼めしか。あ、そういうことか。そうそうそう。あ、なるほどね。うまかった。ありがとうございます。パンタンスか、それ。うん。美味しかった。どっちが美味しかった？鶏出汁と。いや、鶏出汁かな。あ、美味しくなかったですか？いや、普通に優しい味がした。ああ。美味しいとは言わないんだ。したら面白いかなと。お姉さん、これ何のキャラクターなの？あと、まあ、喋れない。喋れない。喋るのは NG。申し訳ない。すいません。ありがとうございます。すいません。あ、ありがとうございます。ほら、だってお姉さんが持ってきてくれたら、ハメコさんのインタビューカットやもん。こっち優先だもん。ハメコさん消滅した。ハメコさんではなく。釈迦さんも結構フィジカルモンスターだったんですか。じゃあ俺全然。あ、じゃないんだ。はい。釈迦さん何が強かったんですか。何が強かったんでしょうね。でも、釈迦さんはやっぱスナイパーのイメージありますけど。俺どっちかっていうと別にそんな反応で勝負してた側じゃないから。え、なんかバカ早かったんでしょ、反応。いや、遅い。え、そうなんですか。これ遅い方です。遅い方ですよ。ナイス。あの、早い人を、持って、これの針3人ぐらいいました。チャッキッとした気持ち、ありがとうございます。望むこともできます。ありがとうございます。そして、じゃあ、なるお自分の長所なんやと思う。そう、すごいところ。眼性疲労の方には、対空。まあ、対空かな、でも。まあ、もう、確かにね。ドグラスは俺外れないじゃないですか。確かに。そう、外れないから。反応かな。一番弱いとこ、やっぱ。一番弱いとこ、速度。おじいちゃんみたいな。速度じゃないかな、やっぱり。パッて反応して指が動いてないだけ。パッて反応してガッて。うわーって。うわー、びっくりした。じゃないか。でも絶対多分俺らはやった方がいいよね。やった方がいいよ。俺もめちゃくちゃ目疲れるもん、やっぱ。やし、もう全員30代でしょ、だって。そうね、俺ね、人生でね、目が疲れたことない。嘘？マジで？はい。なんか、あるね、それね。やってるでしょ、なんか。勘違いしてるだけ。あるね。わかってない？肩こりもないんでしょ、だって。肩こったことない。マジで？なんか、なんかね。ありえない。中学生の意見。そう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 。俺別に肩凝ったことねえ。肩凝ったことねえわ。ねえんだから。しょうがねえ。2時間だわ、みたいな。うらやましいけどね。まあ、うらやましい。俺もね、腰は凝ってるけど、肩が結構やばい。そう、俺もそう。肩やばいよ。やばいわ。俺、背中は、椅子を買い替えてからなくなりました。あ、よかった。ええ、やっぱ、それ違うんだ。
肩こりってなんか目と連動してるみたいな話。ああ、してるしてるしてる。そう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 。じゃあそっちに座れてんじゃない？あ、でも肩壊れないんだけど。どっちも。あおりや、あおりや。だから今ね、そう、あ、バカの、ああ、肩来らないんだっけ？あおり、あおりじゃない？マジで勘違いしてたんだっけ？中学生のやりとりだった。そう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 。中学生対中学生。お父さんなんかちょっと軽食ないっすか、お父さん。食うんかい。ちょっとお腹すいちゃった。プロのマッサージ師は？あ、プロのマッサージ師もちょっとお願いしようかな。いらっしゃるらしいですよ、プロのマッサージ。飯はいいの？おにぎり。お姉さん、お姉さんおにぎり。お姉さんラインナップがおかしいだろ、ラインナップが。お姉さん、じゃあ、お姉さんおにぎりにしようかな。お姉さんおにぎりじゃない可能性ありますよ。あ、そういうやつじゃない。え、待って、お姉さんがおのおにぎり。じゃあ、あと、裏は、お姉さんかおにぎりの可能性が。ああ、そういうこと？裏が、おやつホットサンドって書いてあるけど、こっちお姉さんって書いてないんすよ。じゃあ、ちょっと、ひっぺ返して。ちょっと、お姉さん。ホットサンドいいっすね。ホットサンドマジでいい。梅しそとしらすわかめいっていいですか？ちょっと待って、どっちのどういう、あれなのかな？お姉さんが握ってんの？目の前で握るのかな、こうやって。そういう。めちゃくちゃだろ、これ。しらすわかめ。何の番組なの、これは。あ、じゃあ、俺、ホットサンド、ちょっと、ヒット確認しますわ。じゃあ、ホットサンドの、チョコ。シャカさんいらないですか？これは何ですか？ホットサンド。いや、軽食。あ、わかんない。お姉さんおにぎりにしてくれました。ホットサンド知らず？あー、いやだからもう、ここ、何にしたんですか？俺、お姉さんおにぎり。え、じゃあ俺もお姉さん。ファロー、なるほど。マジで？なるほど。弱すぎてやめる。あ、じゃあ、見て。お姉さんおにぎり、本当にお姉さんに。ありがとうございます。マジっすか？ありがとうございます。そんなことあるんだ。これお姉さんが握ってるところ見せた方がかなりいいんやろけど、俺らだけ見えるという。いやいや、そう。まあ確かに俺らだけに見えてもこれしょうがない。こっちで握った方が。こっちで握ると多分。やりづらいでしょ。あの人絶対に喋らないね。絶対に喋らない。絶対に喋らない。でしょ。うん。あの人喋らせたいね、今日ね。どうにか。え？とか言わしたい。うん。俺だ、こっちでなんか握ってみたら、あっ。グッて。絶対に喋らないんだから。あ、でも。はい、じゃあ。握ってくれる？あ、映ってます、映ってます、はい、映ってます。これは何なの、マジで。お姉さんおにぎり。お姉さんおにぎり。なるおやな、おにぎり。あ、僕です。三角、丸、三角か丸か。これでいいっすか。すいません。三角か丸か。うん、形も指名できる。そこなんや。形も指定できるんだ。あ、すごい、手つき、三角になってる。上手ですね。うん。結構握られてます。あ、すいません。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。うまい。うまい。うまい。ありがとうございます。はい、というわけで、喋らへんな。お、もう一個。形聞かれるよ。ほら。丸、丸で。今回丸で。はい、丸。あ、ありがとうございます。あ、僕、ホットサンドなんで大丈夫です。はい。マジで喋らんわ。裏にいる時も、うん、お父さんとも喋ってなかった。もう絶対喋らない。なんか、そういうルールあんのかな？喋ったらあかんのか。あ、お姉さん。梅しそおにぎり食べたいです。できてる大会になってて、ありがとうございます。その時点でも非常に、もう指名なんだ。会話する対象がお姉さんなんだ。やれ。なんか言ってくるかな。まもなく選手の準備ができそうでございます。待ちましょう。そしてマコンサ鉄拳はアグレッシブが。マイク外で喋るのやめてみて。なんか長方形を指定したら本当に長方形作ってくる。めちゃめちゃ。ちょっと笑ってくれるかなと思ったら普通にうんって言われて。タワラね、タワラ。タワラ。ってことはゲームセンターで鉄拳やったこととかはない。あ、そうなくて、でコロナ禍のちょっと前に始めたんで私。あの、これでオフラインが楽しいって聞いたから格ゲーゲーセン行こうと思ってたら、はい、コロナ禍入っちゃって全然行けなくなっちゃって。あ、はい、なるほどなるほど、まあ、でも今はオンラインでもね結構ディスコードで通話しながら、ね、本当便利ですよね、画面共有してみたいな、う
ガメキョね、これ若者言葉ね。なる覚えときゃガメキョね。あ、今ゴマリちゃん世代だとガメキョですかね。すいません、僕34なんです。すいません、失礼します。すいません、ガメキョですかね。俺37やけど今年37歳。ガメキョしながらね。ガメキョ、ガメキョちょうだい、ガメキョ。まあなんかもうどうにかおっさんくさかったっすもん。オンラインでディスコードでね。いやいや、確かに個しか変わんないだろう。親戚のおっさん感がやばかったな、確かに。ディスコードでね。デスコードってのかい。デスコードでね。画面強でか。画面強でか。めっちゃ減る。後ろ LP 横移動して、うおー、これ一発です。当たったら終わり。うわー、危ねー、怖えー。あれ鈍い。うおー、すげー、単勝やな。すげえ。3-0やばいっすね。3-0やばい。3-0やばいな。ウィナーズのまま優勝しましたからね。なんか彼、鉄拳8になってから顔が引きつるようになっちゃったらしくて、毎日ゲームやりすぎて笑うことができないって言ってたんですけど、さっき笑ってたんですよ。これね、多分エボジャパンで治ったんじゃないですか。久々に笑えた可能性ある。俺久しぶりに見た作りが笑ってた。でもなんか確かにちょっと引きつってるかもしれない。そう、いやでもこれ多分相当顔緩んできてます。あ、マジで笑おうとしてる。解放されたんですね。よかったよかった、マジで解放されましたね。解放されたんですかね、ドラウマから。から解放された。何その悲しき鉄拳。やっと笑うことができるようになった。鉄拳が歌う悲しきモンスターですね。笑えなくなったは悲しすぎるだろ。エピソード